Simple, yet sophisticated. Ottawa.はい、時刻は10時53分です。本日は11時から、音楽評論家の多田純一さんをお招きして、ショパンのお話いろいろとお届けしていくというふうにお話ししていたんですが、少し今日本日早めにご到着くださいましたので、せっかくですからもう、早速お話をしていきたいと思います。ではまず、多田さん、本日はありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、こうして実はお話というか対面させていただくのはね初めてなので。そうですね、はい、私の方はお見かけしておりますけれどもいろいろなところで会話するのは初めてですね。はい、はい、で、Facebook ではねちょっともともとつながってはいたんですけれども、はい、こうしてお話しさせていただくのは初めてということで、はい、まずはちょっとまず多田さんのご紹介をさせていただきたいと思うんですが、はい、多田さんは一応主たる研究は日本におけるショパン需要ということで、これ具体的にはですかね、日本でショパンがどう演奏されたりとか、なぜ人気なのかとか、そういうことを研究されている。そうですね、まずその前提としまして、はい、ショパンの音楽がどのような形で日本に導入されたのか、はい、まずそこからスタートをしまして、うん、そこから具体的にどのような演奏が作品が演奏され始めたのか、そして誰が弾き始めたのか、そしてそれらの演奏でしたりだとか、当時出版されていた外国のショパンに関する文献を日本人が読んで日本にどのように紹介していたのか、そういったことを研究をしております。主に大正、明治期と大正期が主な、はい、私の研究の対象の時期になりますね。なるほど。じゃあやっぱりちょうどそのぐらいからショパンがちょうど日本でこう広まってきたという感じなんでしょうか。はい、そうですね、日本ってドイツ音楽至上主義っていうふうな言葉がありまして、あ、はい、古典派の音楽が非常に重視されてきたわけなんですけれども、その文脈の中で、ショパンの作品というのは例外的に、ロマン派の音楽でありながら明治期でもかなり早い段階で演奏され始めています。そうですよね、一番最初の記録というのが音楽取調べ係の第1回の卒業式、はい、この卒業式で3人の、はい、学生がピアノを演奏しています。そのうちの一人が香田信なんですけれども、あ、はい、まあ、有名ですよね、日本における音楽教育の母って言われてますけれども、はい、でこの香田信は、ウェーバーの、舞踏への勧誘を弾いておりまして、ちょうどその時にショパンのポロネーズ、これ作品番号不明なんですけれども、はい、遠山キネというピアニスト、はい、まあ、学生が、卒業式でショパンの作品を演奏しております。ですので明治期でも非常に早い時期から、ショパンの作品は演奏されていましたし、明治45年には、はい、オールショパンプログラムとしてのリサイタルまで行われておりますので、はい、非常にこう何と言ったら言いますか、早い段階で広がりを見せていて、うん、知名度も、十分に周知されていたということが分かっています。相当早いですよね。結構なんか例外的、ね、そうなんです。ベートーベン、まずベートーベンという感じなんですけれども、 そうですね、そのベートーベンと同じぐらいのスピードで、はい、まあ、ショパンはやや遅れるのですが、はい、その後広がっていく、その広がり方においてベートーベンよりは10年ぐらい遅くなるんですけれども、それでもほぼ同じぐらいの、スピード感で日本に広まっていっています。はい、それっていうのは結構、まあ、これを多分話し出すとどんどん広がっちゃいそうな、でもちょっと気になるところとして、はい、やっぱりそれだけドイツ音楽至上主義だった日本において、はい、それだけ、まあ、ある意味全然違うそのポーランドの音楽であるショパンがすごいスピードで広まったのは何かこう原因となる、まあ、人がいたのか、はい、それともやっぱり音楽がもう当時から日本人のこうやっぱりメンタリティにすごく合っていたというか、何か原因っていうのはあるんでしょうか。
はい、これは私の考えなんですけれども、はい、やはり2つ、はい、2点ございます。一つは今永井さんがおっしゃってくださったように、そもそもショパンの音楽っていうのが、はい、の叙情性といいますか、そういったものが日本人の気質に合っていたというのがまずは1点目です、はい、2点目は、先ほど、遠山キネという学生がショパンの作品を弾いたと言いましたけれども、はい、遠山キネにピアノを教えた永井茂という人がいるんです、はい、永井茂、はい、宇流茂というふうな、結婚後に宇流茂というふうに姓が変わるんですけれども、はい、その宇流茂が日本人として初めて、岩倉使節団とともに、アメリカに留学した、はい、女性たちのうちの一人なんですね。で、彼女がバッサーカレッジというところの音楽科で、はい、ピアノを勉強してるんですけれども、彼女自身がショパンの作品を勉強してるんですね、うん、バッサー大学で。そして彼女は日本に帰ってきて遠山の記念に教え、そしてその遠山記念はまたその弟子にショパンを教えるという具合に連鎖があるんです、はい、自分が習った作品を自分の生徒に教えるっていう連鎖が明治期の早い段階からあって、そういう人の問題ですよね、はい、その先ほどご指摘いただいた、やはりその叙情性、日本の気質に合うっていう部分が一つの側面、うん、もう一つは人が、ショパンの作品を具体的に演奏していた人が教育者の日本のピアノ教育の中心人物に、うん、としていたことで広がりが早かったっていう、その2つの側面が主に見られます。やはりその永井茂さんというか、まあ、宇流茂さんがやっぱりもう早くからそれだけやっぱショパンにこう注目したというのはすごくこう素晴らしいことというか、やっぱりその当時の日本のまあ音楽界の中心にいた人がもう早い段階でショパンの音楽に目をつけたっていうのは、その当時の日本人のまあ音楽的感性がすでにかなりまあ発達していたというふうにも取れますよね。すごく取り入れるのが早いですよね、受け入れるのが早いと言いますか、そうですね、だからすごくそのあたりは、その岩倉使節団様様という感じで、そうですよね、本当にそれこそその時に一緒に行った人たちの名前は、はい、名前が出てこないんですけれども、ちょっとパッと出てくる、はい、まあ当時 の日本のいろんなところの、はい、厚田梅子さんとか、そうですね、まあ、英語教育もね、大山捨松さんとか、はい、確かにこうやっぱり日本でさまざまな教育とか、はい、あとは文化をこう発展させた人たちがやっぱり行って、はい、本当に戻ってきてそれだけの功績を残した中で、はいはい、ショパンというのも一つの大きな、そういうことですね、まあ、お土産というか、はい、そうですね、はい、なるほど。じゃあそういったその系統をそのショパンがどのようにこう広がっていったかを中心に研究されながらも、はい、あとはやっぱりショパンそのものについてもやっぱりもちろんご研究されて、はいはい、ご著書も出されていらっしゃいますよね、はいはい、日本人とショパンという本をアルテスパブリッシングから出版しているんですけれども、はい、この絵は私の博士論文をリライトしたものなんです、はい、それで日本におけるショパン需要の一つの側面として演奏と、もう一つは楽譜、うんですね、はい、この2つを中心に取り上げているんですが、はい、けれども、その楽譜っていうのはまず、口頭伝承ですよね、はい、人から人にレッスンであったりだとか演奏を聞くっていう行為で、うん、人から人に口頭伝承されることによって、それが一つの伝達の伝わり方、はい、もう一つは楽譜っていう初期性、この初期性が書かれたものが日本に伝わる、はいっていう、この2つの側面があるかと思うんですけれども、この2つこれらを考察している中で、はい、エディション研究ですね、ショパンの作品の中に見られる多様性、はい、1つの作品の中でもショパンは自筆譜でまず自分の考えを書いて、うん、それが出版するとされる時にはさらに修正をし、はい、出版されてからも弟子の楽譜でしたりだとか、うん、第2版第3版の中で、さらに修正や変更を加えていく、うん、そういったショパンの中にある多様性を、まあ、バリアントっていうふうに移行っていう方に言ってますけれども、その全ての
意向がどれが最終的な意図かということではなくて、全てがショパンの中から生み出されたものであるっていうふうな、考え方でエディション研究を進めています。はい、なるほど。で、そういったそのショパンの、まあ、意図を組んだ楽譜として今一番やっぱりショパンコンクールでも、まあ、はい、推奨楽譜となっているのが、はい、エキエル版ですね。そうですね。本日オッターバの番組ブログの写真にも載せさせていただいたんですけども、拝見しました。それまでは今日ちょうどお誕生日のパデルフスキ今日彼が肯定したパデルフスキ版が一応主流だったじゃないですか。はいはい、いつぐらいからエキエル版にこう移行していったんでしたっけ。エキエル版は もともと1900、はい、80年代には、結構早くからもう、もともとまたカバーが全然違う、はい、白い方のカバーのエキエル版でご存知ですか。見たことないです。見たことないですか。はい、そのエキエル版の旧版っていうのがあるんですよ。古い版っていうのがあって、はい、それがまず出版されまして、それ以降今度2000年代ぐらいですね、1999年ぐらいから、皆さんよくご存知の茶色の、はい、表紙の、エキエル版のリニューアル版っていうのが出版され始めまして、ちょうどこの時期ですね、はい、河合裕子さんが非常に積極的に誰もが分からなかったわけですね、はい、エキエル版というのはナショナルエディションというのはどういったものなのか、ね、パデレフスキー版があまりにも普及しすぎていて、はい、でも新しいどうやらポーランドが国家事業として取り組んだ、うん、楽譜が出版されたようだということで、はい、皆さん注目され始めたのが2000年頃です。でその頃に、ナショナルエディションとはどういう版なのかということを積極的にご自身も演奏されながらレクチャーを交えて、日本に紹介されたのは河合裕子さんなんですよね。今もうポーランドに在住で、はい、ポーランドに、ね、もう長くず、結構長くいらっしゃいますよね。でもそう、なんか私がちょうど大学入ったぐらいから、ええ、なんかそのエキエル版というものをこうだんだん耳にするようになってきて、はいはい、それが大体2005、6年だったんですけど、だからちょっとそういう感じですね、はい、まあ、浸透し始めたのは2005、6年だと思います。じゃちょうどまさにその時期だと思います、はい、そうで、エキエル版っていうのがなんかすごく今来てるらしいっていうのを聞きつつ、それでもまだ、はい、大学生時代はやっぱりパデルフスキ版がまだ学生の中では主流でしたし、なんかコンクールとかでエキエル版を使うと、はい、音が結構違ったりするので、はい、ね、なんかそのせいでちょっと点数が低くされちゃったとかいうことも発生したりとか聞いていたので、はい、どうなっていくんだろうと思ってたら、あれよあれよと、なんか急に結構もうガクッと決まりました。そうですね、やはりショパンコンクールの推奨楽譜に指定されたというのは非常に大きなことで、はい、それが初めて推奨されたのが2005年なんですよ。なるほど、はい、ですのでちょうど2005年というのはターニングポイントになるわけなんですが、ですね、まだその時点ではそうですね、まだ慣れていない、ナショナルエディションで示される、例えば別れの曲の、はい、エチュードオーパス10の3の途中の部分で、長調短調長調長短調、あそこの変わる部分なんかも、私2005年に初めてショパンコンクールに行ったんですが、ナショナルエディションのバージョンで演奏したコンテスタントがいたんです。その時に審査員たちが一斉に目を合わせて、今の何みたいな、ざわざわっとした、はい、もちろん観客もざわっとしますし、はい、審査員たちもざわっとしている。で2005年時点はそうだったんですけれども、はい、今や、例えば、ソナタの2番の冒頭部分の繰り返しを一番最初に戻すのか、はいはい、4小節目に戻すのかっていう問題ありますよね、はい、今は一番最初に戻しても、もう誰も驚かないですし、そうですね、もう周知の事実で、はい、ショパン自身が、書いたものを皆さんが再現されているっていうことが、うん、もう皆さん分かるようになってきておりますので、はい、例えばバラード4番でも、はい、ちょうど変わっていく部分で、はい、タラタラタラっていう、あその有名な場所ですね、はい、あそこの響きが、まあ、明るいか暗いかという問題なんですけど、はい、ここが明るくても誰も驚かないですし、はい、そうですね、あエケール版なんだなっていうふうにちょうど皆さん同じように認識をしながら聞くことができるようになってきた、はい、そういうような状況ですね。でも本当にしばらくはやっぱりね、先生、審査員の先生方もその対応にもね結構時間が
ね、かかりましたし、でも、はい、今も今回もそれこそあの第2位に入った反田さんも、あの国別弾かれた時に、はい、早々更新曲弾かれた時に最初にね戻って、戻られました ね、 ねやってましたし、なんかもう本当にそれがちゃんとスタンダードに、スタンダードになってきてます ね、 ね以前それをすると、はい、っていう感じはあったんですけれども、はい、今もうそれは本当に普通ほどになっていて、誰も驚かないし審査員も動じないし、やはりバリアント自体も、はい、まあ、特にノクターンにショパンを多く書き込んでおりますけれども、はい、違った音とか、聞き慣れてない旋律が含まれた時に、はい、あ、多分バリアントなんだなっていうふうに思うわけです、うん、あ、え、ミスタッチ、え、っていうふうに誰も思わなくなってきてますよね、はい、確かに。そうで、ちょうど少しずつあのエキエルバの日本語版もね、はい、あの出始めてるんですが、はい、それでちょっとこう今回せっかくエディションの研究もされているということで、あのお話をされたいことがあるとさっき、ね、そういうあの何と言いますかお話をされたいというよりかは、この日本語版のナショナルエディションについては、おすすめするのは、はい、やはりポーランド語版と両方を、はい、見比べながら一緒に、使用されることをおすすめしますよね、はい、それ、翻訳が悪いとかその話ではなくて、皆さん、現状で、ポーランド語版の法廷報告から、はい、あの翻訳をされていらっしゃいますので、はい、翻訳の内容がどうとかこうとかっていう話はちょっとまた別の問題として、はい、またゆっくり別の場所で論文であのちゃんと明らかにしていきたいと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、あの例えばあのなんて言ったらいいんですかね、あの使われる文言であったりだとか、表記されている、はい、表記の方法ですね、うん、そういったものが、元々のオリジナルとちょっと違っていて、はい、日本人向けになっている部分もあれば、はい、そうではない部分がちょっと混在しているんです。そういうちょっと問題が、はい、いろいろなところで起こっていて、例えば日本では、はい、蝶々の曲って例えばアスドゥアとかだったら、大文字から始めて、そうですね、でモルだったら小文字から始めますよね、はい、ポーランド語の場合は全て小文字からなんですよ。あ、ドゥアでもモルでも、でそこが日本人向けに S ドゥアって書かれているたりとかするんで、はい、S の E が大きい小文字だったりとかするんですけれども、はい、ではなぜこれが変歩長調ではないのかっていう疑問があるわけなんですね。翻訳にするときに、はい、ポーランド語をわざわざドイツ語にして、あ、なるほど、なぜ日本語表記ではないのかっていうような確かにそうですね、問題が起こっていたりだとか、はい、エキエル版っていうのはこれ肯定報告から始まっているんですけど、はい、この日本語で肯定報告から始まるっていうのは一つの考え方としてすごくいいことだと思うんです、はい、なぜかというと多くのピアニストは肯定報告を読まないからなんですね。一番重要なのはメインの楽譜もそうなんですけれども、はい、そのメインの楽譜に書かれていることの意味が肯定報告で説明されていますので、はい、まずは肯定報告を読むことが重要なんです、はい、そういう意味で前に置かれることはまあ、それは一つの方法として非常に有益なんですけれども、エキエルは自身はまず楽譜を見てほしいと思っていて、だからこの肯定報告を別冊として挟んでありましたよね。あ、そうですね、はい、この前音版では挟むのではなくって、もう楽譜の前のページに本の中にページに含まれている、はい、こういったところのそもそものスタンスがオリジナルとちょっと違っているっていう問題が一つ、あったりだとか、あるいは例えばそのシリーズの番号ですね、はい、トム、ナインとかいろんな書き方があるんですけれども、この表記が、バラードが1のはずなんですけれども、うん、バラードが9になっていて、ワルツも9なんですよ、うん、あ、こういう語色とかもちょっと混じっていたりだとか、はい、あと大抵の場合は肯定報告に、はい、の一番最後に
ヤンエキエル、はい、パウエカメンスキーというふうに名前が書かれているんですけれども、日本語訳の翻訳者の名前はこの奥付けまで見られないんです。あ、翻訳本なのに、はい、なぜかこう翻訳者の名前が奥付けまで見られないで、非常に不自然と言いますか、でそれはどうやら、スケルツォ以降では改善されているらしいんですけれども、はい、そういったこう本全体像としての訳し方っていうのはまた別の問題があるんですけれども、はい、本全体像として、オリジナルとはオリジナルのナショナリティションとはちょっと考え方が違っている部分があるっていうことでしたりだとか、使われる文言、例えば自筆符について、はい、まあ、それ本によって使われる言葉が違うんですけれども、うん、この、ナショナリエーションの日本語訳では、パッと出てこないのですが、はい、少しだけ言わせてください。自筆聖書符っていう言葉が出てくるんですけれども、はい、私実はこの言葉初めて見るんですね。そうですね、あんまり聞き慣れない。聖版用自筆符っていう言葉は、うん、主公符博士未然集でもうすでに一般的になっている言葉なんですけれども、うん、自筆聖書符っていう言葉は僕は私は少なくとも初めて聞きました、うん、それでオリジナルの方を見てみると自筆聖書符という具合に、うん、分かれて記載されているんですね、はい、それが日本語の時にハイフンが抜けてしまって、うん、一つの言葉にまとまって、これは翻訳者であったりだとか監修者の考え方が反映されているので、うん、こういった部分でもやはりその原著との違いみたいなのがあって、はい、まあ、日本語で肯定報告が読めるっていうのは私たちにとって非常にありがたいことであるんですけれども、はい、読むにあたって少し注意をしなければならないところがいくつかあるっていうのが、うん、はい、確かに、はいはい、でこれちょうど多分演奏される方はすごくあーと思われると思うんですが、多分弾かれない方は何だろうっていうふうに思われるかもしれないですけど、はい、結構今とてもね重要な話をいただきました。クラシックモダンオタバでは、ラジオネーム水戸の美観雄壮さんからいただいたメールです。早速なんですが、ちょっと多田さんに質問感想が来ているので、ちょっとお伺いしたいと思います。ちょうど私も聞きたいことではあったんですけど、ズバリ牛田智春さんの第二次予選の結果を多田さんはどう捉えたでしょうか、はい、お聞かせください。すごい質問ですね。で採点表を見ると審査員のイエスが、はい、35%、 そうですね、17名中6人、はい、19点基準の平均点も 18.33、はい、順位も45人中30位、すごい細かく見てる。あで第3次予選、23名には入りませんでしたということでいただきました、はいはい、で私自身も、はい、ちょっと牛田さん応援していたので、2次でちょっと敗退っていうのがすごく残念ではあったんですね、はいはい、で配信で聞く限りは、はい、なんでそんなにダメだったのかなっていうのがあって、やっぱり、はい、で結構ネットとかの感想を見ても、なんでっていう声すごく多かったですね。僕も随分拝見しました。私自身も、ま、問題があるとすればやっぱ左と右手のずらしはすごい多かったなっていうのを感じて、はい、あれは多分好き嫌いすごく分かれそうって思ったんですけど、はい、それ以外に、はい、であとヤマハを選ばれた方が全員落ちちゃったじゃないですか、はい、落ちましたね。あれってやっぱ影響はあったんでしょうか。まずですね、はい、まず最初に言います、私も牛田さんのファンで、はい、牛田さんのことを応援していました、はい、まず態度としてはそういう態度にあります、はい、その上で、はい、一次予選から気になっていたのは、はい、まあ、今回ヤマハを選んだピアニストがすごく少なかったですね、はい、最初の時点から、そうですね、これまでになく少なかったわけです。確かに、はい、でその要因が分からなかったんですけれども、はい、なぜこんなに少ないかということの要因が分からなかったので、一つは、ヤマハから来ていた調律師が、はい、いつもと違うメンバーだったんですよ。そうなんです、ね、そうです、非常にこう信頼されていて、はい、コンテスタントの面倒見もよく、はい、
別のメーカーでいうと、例えば河合でいうとこの山本有宗さんみたいな立場の方、はい、そう、まあ、そういった立ち位置の方がいつもいらっしゃっているんですけど、はい、今回その方がいらっしゃってなかったんですね。で、それで多分おそらくはヤマハとしてはそのたくさんのピアニストに弾いてもらって、はい、その中から、こう運が良ければというか、はい、ファイナルに進んでくれるピアニストがいればいいなっていうふうに多分思っていたのではないかというふうに私は推測しているんですが、はい、今回牛田さんが出られたことで、はい、おそらく照準を牛田さんに、牛田さんでしたりだとか、はい、まあ、京松さんもそうですけれども、はい、ヤマハをそもそも最初から選んでくれるであろう、はい、そして力がある、はい、であろうピアニストにそもそも絞っていたのではないかというふうに思います。それで、各セッションで、はい、まあ多くなればなるほどピアノの調整はしづらくなるわけです。一つのセッションの中で2人3人と同じピアノを弾けば、ね、うん、ピアノは荒れていきますよね。そういう意味では一つのセッションの中に1人しかいなければ、はい、そのピアニスト用に確かに調整することができるんですね。それで牛田さんの場合は、そもそもはから牛田さんの演奏って繊細さがすごく、はい、特徴的ですし、テクニックは もちろん前提としてあって、はい、文句のつけどころのないテクニックがまずはあって、はい、やはりその日本人的な外国人には表現できない繊細さっていうところが牛田さんの良さだと私は思っているんですけれども、はい、そこが今回ヤマハを選んだことで裏目に出たというか牛田さんのその、はい、なんて言いますか、音を最大限に引き出すために、はい、すごくガンガンキラキラ光るような、はい、すごく山派、ま、の特徴ってソフトさじゃないですか、はい、そのソフトさは基本的には一切排除をしてピアノが可能な限り鳴るような風に調整されていたんです。確かに鳴ってなんか結構響いてる、なんかスマホとかで聞くとそんなに分からなかったんですけど、はい、結構大きい画面でちょっと音量上げて聞いてみたら、ちょっと割れ気味に聞こえる時があったんですけど、あれってやっぱり会場だとそうでした。すごく濁ってたんですよ。でその残響の問題っていうのは、はい、私も少し結構 Facebook に感想とか書いてると、はいはい、牛田さんの演奏ってそんなに残響なかったですよっていう風にメッセージくださった方がいらっしゃったんですけど、うん、はい、これはどうしてもそのカットされます、ね、機械の問題ですので、ピアノの上にね、はい、もうクモの巣のようにたくさんマイクがあって、はい、そのマイキングのミキシングがあって、綺麗な音が YouTube では配信されてそうです、ね、配信されるので、実際のところ会場で響いている残響までは、拾わないわけです。そういう意味で、じゃあさっき音をずらしてたとおっしゃってましたね、はい、音をずらすことで音が濁ってしまう。それが特に英雄ポロネーズではすごく顕著で、牛田さん一条線は本当に素晴らしくって、はい、なんて言ったらいいんですかね、こうショパンの中にある男性的なショパンと、はい、女性的、まあ、女性的というかちょっと中性的なところのあるショパン、うん、さまざまなショパン像みたいなのを、はい、すごくね、本当に引き分けて、はい、エチュードノクターン、あと対局、そうですね、はい、ですごくはっきり引き分けていらっしゃって、うん、でこの調子でいけば虹、うん、も問題ないだろうっていうふうに思われたんですが、うん、はい、そのさっき言ってた、残響の問題とペダルの濁りですね、はい、そこが牛田さんはその経験値が、逆になんと言ったら言いますか、マイナスの作用 になってしまって、はい、ピアノを弾くことに必死になっていれば、はい、そのがどう弾いているのか、はい、そしてその残響が自分がどう聞こえるのかっていう、そこまで確認されてしまったんですよ。あ、これは牛田さんがピアニストとしての経歴が長いことに逆に作用してしまった。そこまで考えなければ自分が演奏したい演奏をただただそのどのように響いてるかというところまでは考えずに、普通に ご自身が
演奏したい通りに弾いていれば通ったはずです。逆にこう聞き、はい、なんだろう、聞きすぎてしまったというか。そうだと思います。だからそういう意味で、牛田さんが、僕も牛田さんが2時で落ちたことはすごくショックでしたし、はい、ただ、まずそういったことが一つ、残響の問題っていうのは現地と、はい、オンラインではどうしても違っているっていうことと、全体のレベルが高いことで、高かったですね。遅きんすでさえ、はい、2時で落ちてるんですね。そうですね。今回で さらに言うと、オソキンスの点数の低さにも驚いたというか、はい、こんなに低い点数なのっていうぐらいに、ギリギリ落ちたとかではないんですね。オソキンスも2時は 29% で 18.42 点ですよね、はい、もう全然入ってないわけですよ。でそういう意味でも、個性的、皆さん個性的であることで、はい、その個性がさらにどの程度主張するのか、そこが個性プラスアルファ、その個性がまとまった個性なのか、あるいはもうただ単にこう、はい、個性のみが強調されてしまって、作品がの例えば長い作品で、はい、規模の大きな作品の全体像が見渡せていないとか、はい、そういうところまでやはり聞かれ、審査の対象になってしまいますの で、 そうです。随所にオソキンスの場合は随所にこだわりを見せすぎて、はい、全体像が見えなくなってしまったりだとか、あとまあミスタッチが多すぎたりとかそういう部分はあるんです。でミスタッチの問題だけで言うと、はい、3位に入ったマルチン・ガルシア・ガルシアは、今ちょうど伺おうと思ってたんです。私、はい、1時で落ちるからって思ってたんですよ、正直。僕も思いましたよ。どっちなんだろうなって。そう、すごい才能だし、はい、持ってる音楽が素晴らしいってことはよく分かったんですけど、はい、まずやっぱミスタッチがあまりにも多かったですし、ものすごく多いです。だからまず2時に行ったことにも驚いたし、はい、それで彼が通って牛田さんが落ちたっていうのは私の中で本当に結構衝撃だったんですよね。そうでしょうね。我々の普通のこれまでの価値観でいくと、はい、例えばバラードの一番最後の音の、はい、音を濁したらもうその時点で終わりっていう感覚じゃないですか。はい、でもそうではなくて、うん、ユニークさであったりだとか、はい、例えば今回で言うと、ヤコブ・クルシュリックさん、クシュリックさん、彼なんかは、まあ、ポーランドの伝統的な、はい、ね、正統派な演奏を試みたわけなんですが、はい、うん、それさえも個性になるんですね。はい、こんなに個性派揃いだと、それ自体が伝統的であることが個性、はい、そういう基準の中で、どこが許容範囲でどこが許容範囲じゃないかっていうのは、うん、もう皆さん手探りだったと思います、はい、そういう意味で一次予選は誰が通って誰が落ちるのか非常に分かりづらかったですよね。で蓋を開けてみたら、はい、ミスタッチはまず許されるのね、うん、それとスケルツを2番とかで極端にテンポを下げたりとか、はい、すごく揺らしたりとか、うん、それも許される、はい、で結局のところは個性的で、かつ作品の全体像が見渡せていて、はい、そしてその人自身が確固たる音楽信念みたいなものを持っているか、はい、それが伝わるかどうか、そこが多分重視されたのではないかと。結構その観点って今までのショパンコンクールとはまた違っています。審査基準ですよね、多分、はい、今まででいうそれこそポゴレリッチとか、はい、スルタノフみたいなタイプが今回も多分ゴロゴロしてたような。そうなんです、はい、だから今回もしポゴレリッチが出てたら絶対入ってる。そうですよね。絶対入ってるし、もしかしたら優勝してたかもしれない。ね、そうですよね。はい。だからなんか基準、審査員のでも先生方のメンバーがそんなに大きく変わったわけでもないじゃないですか。そんなに大きく変わったわけじゃないんですけれども、そのなんて言ったらいいですかね。彼らの中で、はい、ほとんどの人が予備審査から聞いてますよね、はい、あ確かに。なのでその予備審査の段階で、はい、すでにもう個性的な人が多いっていう傾向は掴んでたから掴んでいて、その上で一次審査を聞いているっていう。
まずその前段階っていうのがある方も、はい、それでもやはり個人差っていうのは、ね、審査員によってありますの で、ね、イエスノーの違いっていうのが、あ、この審査員はこの人にイエスをつけているけれども、はい、あの例えば2位に入ったアレクサンダー・ガジェフで行くと、はい、あケビン・ケナーは、はい、あ1時も2時も、はい、ノーをつけているはずなんですよ。そうでしたっけ。もう一回確認しますね。ガジェブ。ガジェブ1時では18点でノーになってますね。結構低いですね。はい、それで2時では、16点のノーなんです。あ、かなり低いですね。そうなんです。でもようやく3時で、はい、イエスがついて、イエスが20点のイエスがつくんです。そういう意味では審査員の好みっていうのも、はい、ある程度混じっていて、はい、それをまんべんなく、はい、比較的まんべんなくイエスを集められる人が次の審査に進んだというわけです。その点で今回の1位だったブルース・リウさんは、はいはい、もう全てのラウンドでイエス 100% で衝撃の、ね、で、ま、僕も点数を見るまで、はい、そんな1時からそんなに高い評価を得ているとは全然思ってもいなかったんですよ。そうですね、私もあのそんなに実は注目してなくて、ただファイナルで聞いて確かにものすごいテクニックを持っていて、あとやっぱり音のその輝き感っていうのは、まあ、確かに群を抜いたものはあるなっていうふうに感じたんですが、はい、コンチェルトだけの結果を聞いたら、はい、1位と2位逆だったかもみたいな気は。あ、確かにそういう側面もあるかと思います。ブルースもやっぱコンチェルト崩れた部分がありましたから、はい、うん、ただこれもまた別の作用として順番っていうのがやっぱり演奏順ってあるじゃないですか。そうですね、最後でしたしね。それで2時も3時も、はい、あの最後のメンバーが、はい、最後の4人が、はい、2時の最後はヤコブ・クシュリック、はい、で京マスさん、はい、でヒョクリーでブルース・リューって、はい、この4人が続くわけですよね。ものすごくレベルの高い4人が続くことで、はい、しかもその一番最後に一番いい、まあ、バリッと決めるので、それまで私たちも大体聴衆は、まあ、大体点数をつけるとか予想するじゃないですか、はいはい、それで、まあ、2時から3時に進めるのが、まあ、20人って考えて、うん、もうすでに20人を超えてるわけですよ、はい、行くかなと思って。確かに。そして最後に彼が一番いい演奏、一番いいというか、はい、すごくまとまった演奏をすることで、うん、もう基準が分からなくなってしまうその20人を超えているのに、はい、さらにあそこの20人を落とすわけにいかないってことは、誰その前の誰か落とさなきゃいけなくなるわけですからもう一回考え直すみたいな、はい、作業が2時でも3時でも起こったわけですね、はい、だから彼が一番最後に弾いていなければまた順位は違ったかもしれない、はい、あ順番、まあ、これもあるよね。順番っていうのもやっぱこれもうどうしようもないんですけれども、そう、ね、そう、 あとぜひお伺いしたかったんですが、はい、まあ、日本人入賞者、まあ、今回2人いて、はい、まあ、ソリダさんはもうかなりやっぱり圧倒的なものを本当に聞かせてくださって、はい、で私小林あゆみさんものすごく応援してて、はいはい、で今回 4位に入ってくださったらすごく嬉しかったんですが、僕も嬉しかったです。あのコンチェルト、はい、あの音量的に多分結構一番ちっちゃかったと思うんですよ。小さかったです、はい、小さかった。で、まあ、配信で聞いてても小さかったんですが、あの会場で どんな会場でも小さかったですよ小林さんは。ただ小林さんは、はい、なんて言ったらいいのかな、6年前とはもう全然違う演奏になっていて、はい、大人の、はい、大人のなんて言ったらいいんですか、姿勢から違いますよね。そうで、小林さんはその3時の、はい、あプレリュード24のプレリュードがもう、うん、素晴らしかったんですけども、本当に素晴らしかったですね。でそれと同じほぼ同じ音量でコンチェルトを弾いてしまったので、はい、まあ、元々体が小さいじゃないですか。そうですね、不利ですよね。そういう意味でこう損をした部分はありましたが、うん、逆に、まあ、日本人女性としての、はい、あ繊細さみたいなものが、あそういう意味では従来、まあ、これまで入賞、はい、
このここ過去3回、うん、あ2回ですね、はい、過去2回入賞者出ませんでしたけれども、はい、例えば高橋孝子さんとか、はい、宮谷莉子さんとかっていう、はい、その、まあ、伝統的に、はい、ファイナリストに残ってこられた、はい、その日本人としてこう守ってこられた、はい、そういったポジションとしての今回入賞だと思います。なるほど。だからファイナルの演奏は実は3日目が、はい、3日目は本当にね4人が4人とも失敗をしたんですよ。大きな失敗をしたんです。二楽章のすごく重要な音を間違ってしまった。結構珍しいですよね。そうなんですよ。ミスっていうのは。だから4人最後の日の4人っていうのは、はい、小林愛美さんからスタートして、はい、ヤコブ・クルシェフ、はい、ヒョクリー・ブルース・リューという非常に強い4人が最後にの日に固まったんですが、はい、4人が4人とも失敗をしたのでこれどう作用するんだろうっていうふうに思っていたんですが、まあ、結果としては、うん、まあそういう意味で多分小林さんが4位になったのは、はい、もしかするとコンチェルトでもうちょっと大きな音だったらもう一つ上のランクだったかもしれない。あ、そう。でも多分すごく微妙な位置かなって思ってて、はい、演奏自体はすごくやっぱり好きで、やっぱりショパンの繊細さをここまで音で具現化できるんだなと感じたんですが、多分音量的にこれが果たしてどう作用するんだろうってすごく心配してたんです。そうですね。それは会場でもそうだった感じで、会場でもそうでした。オケもかなり絞ってたじゃないですか。かなり絞ってましたね。ただ小林さんはちゃんとソリダさんの、はい、多分おそらくあれをアドバイスを随分受けてたと思うんですけれども、はい、音は小さかったんですが、はい、テンポ設定そのものを基本的に遅めに していたということと、はい、彼女も可能な限りオーケストラとものすごくコンタクトを、はい、取ろうとしていて、そこの部分が、まあ、アンサンブルとしての演奏が評価されたのではないかなというふうに思います。どうしてもね、その体が小さな人は損をするんですけれども、はい、そういう意味では、だからエヴァ・ゲボルギアン、はい、ロシア人が入賞しなかったのはそういう意味だと思います。あ、彼女も、まあ、それなりに音は出るんですけれども、はい、パッセージが早すぎて16分音符が明瞭に聞こえてこないんですよね。なるほど。はまりすぎて、はい、早く弾きすぎてはまりすぎてシャランって弾いてるんですけど届いてこないというか、そう、ショパンの音楽で非常に重要なのは、はい、ロマン派なんですけどロマン派のように聞こえないように、はい、ポーランドの子のように可能な限りサクサク聞こえることが重要だと私は思っていて、はい、特に16分音符は明瞭、全ての音が明瞭に聞こえないといけないと思っているので、はい、まあ彼女、まあ、17歳なので、はい、まあ、次回多分リトライ、そうですね、もう一回チャンスがありますから、はい、頑張ってくるんじゃないかと思うんですけど、それこそね小林さんみたいにリトライしてこう、はい、いい結果をっていう可能性はね、はい、非常に、私今回彼女もね入賞、僕も入るかなと思ってましたけど、特に1時から結構衝撃だった。そうですね、良かったです、うん、もう僕も1時からすごい良かったと思ってましたけれども、うん、多分入らなかったのはそういう意味ではね、うん、まあ、年齢もそうなんですけれども、はい、今回入賞してる人たちはそれなりに経験値がある人たちなんですよ、はい、それで、まあ、ヒョクリーもそうで、ハオラオも、はい、エヴァ・ゲボルギアンも、はい、まあ、17歳で、はい、彼らがどんなに奇抜な演奏をしようとファイナリストになっているっていうことは、はい、ってことは個性が認められるのね、ってことは彼らも入賞する可能性があるのねと思ったら入賞しなかったんですよね、はい、でこの結果を見る限りではその17歳で入賞したのは JJ ジュンリー V 君だけですよね、はい、で彼は団体層の弟子なので、あ、まあ、そういう審査員との関わりもやっぱり作用してしまいます。実際この入賞した8人のうちの、はい、まあ、ソリタさんはパリ人の弟子ですし、ヤコブ・フシュレンが、そう、審査委員長の弟子だったりだとか、はい、ブルース・リューも JJV も団体層の弟子じゃないですか、はい、ですね、だからそういう意味では半分が審査員の弟子なので、入賞した人の半分が、はい、
それもやっぱり多少は作用をしているかなというなかなかそういうのをね、ないようにってことで、うん、生徒の、ね、点数はつけられないという決まりもありますね。自分の生徒には自分の点数はつけられないんですけど、うん、審査員同士の気の使い方、ね、使い合い方っていうのはもうすごく見え隠れしていて、はい、点数出ちゃいますね、しかも、はい、やっぱりその尊重するというか、はい、その人の育て方を尊重、まあ、ただまあ団体層の弟子は、まあ、前回のケイトリュウとかイーケイトニーヤンも含めて、はい、これは、生では見られなくって配信でしか見られないんですけど、はい、共通して言えることは手の形がみんないいんですよ、あ確かにそうです、ね、双方がすごくいい、そう自然な双方で無理なく弾いていることと必ず小指がまっすぐ直角なんですね、はい、もうこれも皆さん できればぜひもう一度見直していただきたいんですけど、ね、配信もう一回ね、はい、ぜひともそこに注目して見直していただきたいんですけれども、はい、ちゃんと骨で弾いてるんですよ、永井さんの手も僕、はい、拝見しましたけど、永井さんも結構骨で弾く人じゃないですか。あ、そうですか。それって誰かにレッスンで言われてます？あ、まあ、でも大学の時とか、まあ、先生は結構割と手の形はで骨を意識する先生でしたか、はい、あ割とそうですね。ですよね、はい、でそこって非常に重要で、はい、やっぱり骨で弾いてる人の音と、はい、肉で弾く人の音って違うんですよでそういう意味でこう団体尊自身がおそらく体もね、はい、まあ、アジア人ということもあって、ね、多分手で随分苦労してると思うんですね、手の大きさで。それを補うためにきっちりと骨で引く、で小指はしっかり立て、小指が基本的には中心が、はい、にあってっていうことを抑えた上でのテクニックと表現、その人にしかできないものっていうものを引き出せる多分教育者だと思うんです。なんか最近ちょうど見たんですけど、なんか団体尊がブルース・リウのレッスン動画、レッスンしてる動画が YouTube であって、はい、それでも本当にかなり細かく本当に、はい、修正をされてたので、はい、やっぱりでしかもブルース・リウってもともとそんなにショパン弾いてなかったのを、そうですよね、今回のこれに合わせて一気に仕上げたって、やっぱりそれはまあ本人の才能もですけど、団体尊のその教育も良かったからっていうのはありますよね。そうですね、だから娘は結構画像を 見るとベートーベンとか、ね、はい、たくさん出てきますよね。それでプロフィールを見てもそんなに大きなコンクールで入賞してるわけではないんですけれども、そこそこの例えば仙台とかも含めて、はい、そこそこのコンクールで、まあ、5位とか6位とか、はい、そういうのを積み重ねて、うん、今回このショパンコンクールに臨んで、はい、まあ、開花したみたいな感じですよね、うん、確かに。だからやっぱでしかもまあ団体層に出会ったのも割と、まあ、最近というか、やっぱり教育者としての団体層の存在感というのも今回感じました、感じましたね。ついに1位を輩出したっていう感じですよね、団体層の。An art gallery. A painting by Ottawa.